ドクターの時は、イギリスの SF ドラマ、ドクター、風のエピソード。スティーブン・モファットが脚本を、ジェイミー・ペインが監督を担当し、2013年12月25日に、BBC1 にて9番目のクリスマススペシャルとして放送された。マット・スミスが11代目ドクターとして、レギュラー出演した最後のエピソードであるほか、前は、 ドクターの日で亀を出演したピーター・カパルディが12代目ドクター役で出演した。ジェナル・イーズ・コールマンがクララ・オズワルド役で出演し、ダーレクやサイバーマン、サイレンス、嘆きの天使といったドクターの敵も数多く登場した。本作はサイレンスや時空の裂け目、惑星トレンザロアでのドクターの運命といった11代目ドクターの物語のストーリーアークの集大成になっている。また、 1976年のザ・デッド・リー・アサシンで確立されたタイムロードの再生回数制限も本作で対処される。ドクターの時はマット・スミスが主役を演じる最後のエピソードであり、ドクターの日に続いてピーター・カパルディが二度目に出演するエピソードでもある。俳優マット・スミスは映画ロスト・リバーの撮影が終わり次第、ドクターの時の撮影が始まるだろうと述べた。後に彼は、 撮影が9月に開始されたことを明かした。本作は、プライミーバル第1章と第2章で監督を務めたジェミー・ペインが監督を担った。彼は、ドクター・フーでは、井戸の魔女の監督を担当していた。台本の読み合わせは2013年9月4日に行われた。2013年8月にインタビューにて、ヒット脚本家、スティーブン・モファットは、 クリスマススペシャルの内容が11代目ドクターの一連の物語につながり、そのうちいくつかは11番目の時間まで遡ると主張した。エピソードの制作は9月8日の開始が予定された。ロストリバーでの撮影でマット・スミスは丸刈りにする必要があったため、ドクターの時での撮影ではドクターのヘアスタイルを再現するためにカツラを着用していた。2013年8月。 サイバーマンの演者の一人であるダレル・パーカーがサイバーマンを演じるとツイートし、クリスマススペシャルにサイバーマンが登場することが明らかになった。クララの祖母を演じたシェーラ・レイドは以前にベンジェンス・オン・ベロスに出演した。リンダ役のエリザベス・ライダーは侵略前夜死に追われた星で衛星即位システムアトモスの声を担当した。カレン・ギランは エイミー・ポンド役でマンハッタン占領以来の登場を果たした。映画ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーでネビュラ役の撮影があったため、彼女もスミスと同様にドクターの時の撮影ではカツラをつけていた。ドクター役の配役6月1日、BBC はスミスが4年の任期の後にシリーズを交番することを告知し、クリスマスススペシャルが11代目ドクターから12代目ドクターへの 橋渡しになると報じた。この報道により、各種メディアやファンの12代目ドクター役俳優の予想に火がつくことになった。スミスは共演者やスタッフに感謝の言葉を述べ、モファットはスミスの演技力の高さや柔軟さ、そしてドクター役という重圧の中でも働き者であったことを称賛した。二0 1三年八月四日の特別番組、ドクトルフーライブ、 ザネクスト・ドクトルの放送中、12代目ドクターをピーター・カッパルディが演じることが明かされた。パズルウッドでの撮影に使用されたフェイクの雪撮影は2013年9月8日に開始され、9月10日にスミスとジェナルイーズ・コールマンがカーディフで撮影している様子が確認された。9月19日には偽物の雪を使ってパズルウッドで嘆きの天使のシーンの撮影が行われた。 エピソードの撮影の間、別のエピソードの撮影も進行していた。マット・スミスは、第8シリーズ、深呼吸でクララに電話をかけるシーン。ピーター・カッパルリは、ドクターの日で、ガリフレー凍結に向かう場面の撮影に臨んだ。10月5日に、プロデューサーのマーカス・ウィルソンは、ツイッター上で、撮影の完了を明かした。木星サイバーマン、ドクターの日の最丸放送の後に、 ドクターの時のプレビューが流れ、サイバーマンの登場が確定し、ダーレク、サイレンス、ソンターラン、嘆きの天使の登場も明かされ、惑星トレンザロアにドクターが戻ることも確定した。タイトルとポスターは11月26日に公開された。BBC のクリスマス予告編では、ダーレクとサイバーマンの登場を確約する映像が公開された。オンライン上の ドクターフーアドベンチャーカレンダーでは12月にさらなるイメージ画像が公開された。12月11日に BBC はダーレクがザ・ドクトル・イズ・ラ・ジェンナー・ティングと叫んでいる35秒の予告編を公開し、そこでもサイレンス、サイバーマン、クララ、ドクターが映像に登場した。12月17日に BBC1 はサイバーマンにタービスを攻撃されている。 最中のドクターにクララが電話をかけるという別のクリスマス予告編を公開した。さらに BBC は放送に先駆けて3本のクリップ映像も公開した。ドクターの時は2013年12月25日に BBC1 で放送された。放送当日のイギリスは悪天候に見舞われて電も相次いでいたが、 当夜の視聴者数は、スノーメンの759万人を大きく上回る830万人。番組視聴選挙率は30.7%を記録した。同時に、ITV で放送されていた、コロネーションストリートの視聴者数は790万人。ITV プラス1での再放送を加えても827万人で、あり、ドクターの時はこれを上回る結果を残した。 クリスマスの日では全チャンネル上でコメディ番組ミセス・ブラウンズ・ボーイズについで2番目に多く視聴された番組となり11代目から12代目への再生シーンは視聴者数1020万人とその日の最高記録を打ち立てた最終視聴者数は1114万人に達しドクター・フーのクリスマススペシャルでは5番目に良い記録を残したアプリシエーション・インデックスは83を記録した アメリカ合衆国では、同日に BBC アメリカで放送され、視聴者数247万人を記録し、1ヶ月前に樹立されたドクターの日の記録を破って、チャンネル史上最高視聴者数を達成した。カナダではスペースで同日に放送された。翌12月26日には、オーストラリアでは ABC1 で、ニュージーランドではプライムテレビジョンで放送され、 プライムでの放送では視聴者数10万6390人で、その日のプライムの番組では最高記録を樹立した。日本では放送されていないが、2015年7月27日から、スペシャルコンテンツ、ドクター、風の世界や前は、ドクターの人ともに、フールーで配信が開始された。ドクターの時は、批評家から肯定的なレビューを受けた。 ガーディアン氏のダンマーテインは本作を恐ろしく良いと称賛し、スティーブンもファットがこれまでの11代目ドクターの物語を総括し、そしてドクターの再生サイクルのリブートを完璧に成し遂げたと高く評価した。イグンのマークスノーは本作に10点満点中8.4点を与え、愛する人の旅立ちを見送る模範的な方法だったと述べた。 彼は、カレン・ギランのカメオ出演を絶賛し、ドクターがクララに別れを告げる場面に、涙しない人間は、自身の心臓が鼓動しているか確かめるべきだとまで、主張した。彼は、エピオソードのテンポが早すぎることを批判した一方、番組史上最高のドクターの一人に対する、憂鬱だが、最終的には陽気な結末だと結論した。ロサンゼルスタイムズのロバート・ロイドは、 スミスのコミカルな様子と優雅さを称賛した。彼は50年に及ぶ番組の複雑な絡み合いや宇宙に存在する生命の神秘が番組の魅力であると語った。ザミラー神のジョン・クーパーは本作に肯定的なレビューをし、たやすくクリスマステレビのハイライトになったマット・スミスに完璧な送別をしたと評価し、星4つを与えた。彼は本作がスミスの在任期間中で 最高の作品だと綴った一方、銀河間の大虐殺を期待していた視聴者は失望したに違いない。何百年もの種族間戦争があっという間にスキップされてしまったとペース配分を批判した。また彼はドクターの敵対種族を何種も登場させる必要を感じず、ダーレクだけでも十分だと考えた。彼はまた十代目が再生した。 字の割との類似点を指摘した。特に再生シーンでは、ドクターが光を放つ前に上着を脱ぎ捨てた点や、再生後に腎臓の色を気に入らなかった点が、類似点として挙げられた。インデペンデント誌のニーラ、デブナスは、肯定的なレビューをしており、スミスが退場前に素晴らしい最後の演技をしたと称賛した。彼女は、本作が SF スペクタクルだったと述べた一方、 プロットが複雑だったことを批判した。ザ・ AV クラブのアラスデア・ウィルキンスは本作を絶賛し、微細な情緒的な複雑さを高く評価した。彼は本作が単発のエピソードではなく最後の一幕であることを賞賛し、老いたドクターの特殊メイクはリアルでないとしつつ、スミスの演技力がカバーしていると評価した。彼は本作の評価を A とした。 デジタルスパイのモーガン・ジェフェリーは本作に星4つを与えた。彼はマット・スミスが番組を自分のものにしてみせたと述べ、スミスの最後の出番が彼の出演作の中で最も引い出たものかもしれないと綴った。また彼は本作を字の終わりと比較し、当該作でデイビッド・テナントが自身の思いを最後のセリフとして発言したようにマット・スミスもそうしたと述べ、 第四の壁を破った完璧だと評価した。さらに彼はクララにも肯定的でありえない女の子のストーリーアークをきっかけにさらに人間的で共感的に描かれていると評価し意図的とは言え急な印象を受けるが正しい方向への一歩が踏み出されているという胸の論評をした。また彼はクララを演じたコールバンの演技も称賛した。しかし彼は ドクターの時はエピソード全体ではなく、部分部分が優れているエピードであると評価し、反復的なストーリー構造が、本作の鍵となる要素を弱めていると感じた。ナーディストニュースのキール・アンダーソンは、ファンには冷めた印象を与えるかもしれないが、11代目ドクターの、これ以上良い結末はないだろうと評価した。また、彼は、スティーブン・モファットによる、これまでの物語に残された、 未解決問題が片付いたことを称賛し、場所や時間に縛られることを拒んで逃げ続けてきた11代目ドクターが一箇所に、止まって一人、数との命を守ることが完璧な結末であるとも、論じた。彼は11代目ドクターの体調は威厳にあふれていて、後腐れのないものだったと述べ、さらに12代目ドクターについては、予想通り奇妙で強烈だったと語った。 ザ・テレグラフのティム・マーティンは本作に星3つをつけ、エピソードの複雑さと60分かけたエピソードに緩い、プロットの破綻があったことを批判した。一方で、彼はスミスの最後の演技を称賛した。ラジオタイムズのパトリック・マルケーンは、ありえない女の子のストーリーアークから解放されたクララに温かみがあり、エリザベス・スレーデンが演じたサラ・ジェーン・スミスにも通じるものがあると評価した。 また、彼はドクターが再生前に以前のコンパニオンと会っていることや再生エネルギーで船を破壊していることに触れ、字の割との共通点を指摘した。彼はピーター・カパルディが演じる12代目ドクターに期待を寄せてレビューを締めくくった。ドクターの時は、イギリスでは2014年1月20日に、オーストラリアでは2014年1月22日に、 アメリカ合衆国では2014年3月4日に DVD にとブルーレイディスクがリリースされた。また、舞台裏の特集と2本のドキュメンタリーも収録された。イギリスとオーストラリアで発売されたディスクには11大目ドクターの過去のクリスマススペシャル、クリスマスキャロル、クリスマスイブの奇跡、スノーメンを収録したエクストラディスクも付け属した。二千十四年九月八日には、 フィフティースアニバーサリーコレクターズボックスセットの一部として、ドクターの名前、ドクターの日、アンアドベンチャーインスペースタイム、ザ・ファイブドクターズリブートとともに、ドクターの時が同梱された。英語圏では、本作単体で DVD が発売された後、クリスマスの侵略者から、最後のクリスマスまでのクリスマススペシャル10本をまとめた、ボックスセットドクトル・フー・ザ・ジュクリスマス、 スペシャルズとしても2015年10月19日にリリースされた。日本では2015年3月6日にドクターの日と共に同梱されてスペシャル版 DVD が角川書店から販売された。マレーゴールドの作曲としてドクターの日の音楽が2014年11月24日にシルバスクリーンレコーズから発売された。10代目ドクターは自身が赤毛でないことを クリスマスの侵略者で残念がっており、11代目ドクターも、字の終わりパートにで、再び赤毛になれなかったことに触れていた。10代目ドクターは再生エネルギーでターディスを、11代目ドクターは再生エネルギーでダーレクの船を破壊した。ありがとうございます。